ナポリタンになれなかったオムライスもう何に着地するか分かったカレーになりたいオムライス絶対オリスピード犬の胸毛あたりなんでやねんはい。一瞬で埋まったえー、っとどうしようかなじゃあ踊っているマウンテンゴリラ サメに食われる猫。<laughs> 猫っぽくない。ぶち切れるネズミ。<laughs> もう運転じゃねえ。踊る保つまあ、タモツになっちゃうよね。これタモツになっちゃうんだろうなっていうところが試したかったんだけど。怒っているクマあ、ここで悩むが怒っているになってしまったと。あれこれ俺、あれ打ち切れるネズミうわぁ。 くま消したの俺じゃんくま <laughs> 消した <laughs> USJ のアンチをすハハ <laughs> <laughs> あ,あ。ミッキーになっちゃった。エルモが。エルモがエ <laughs> <laughs> ルモになっちゃった急に。エルモ。えっとじゃあ募集しますよ。ハた。 ビジム消そう川で釣りをしている何これ <laughs> 読めねえ何これバク川で釣りをしているバクって何 <laughs> あえ動物のバクのことじゃあ <laughs> <laughs> 何向きって <laughs> 何向きって <laughs> こういうことじゃないのここのここじゃないの向きじゃないの走るトラックおっんか正統派のやつ来たトラック書いたことね車ってど,どんなんだっけ <laughs> 子供の時からあんまりその車の形に興味ないんだよな。やべ、線足しすぎたかな。と、走ってる感出すためにすげえ走ってる。人引いてねえ。<laughs> 人引いてねえよ。血じゃねえ。炎ね、これ。おむつのパッケージになったどこさ。<laughs> えー、どうやって書けばいいの おむつのパッケージとか言い出したらマジで字書くしかなくなるよなんかあれでしょすげえ笑顔の赤ちゃん写ってるやつでしょムースーマソムースーマソぐらいだったらありでしょ書くのもちろん89歳用だよ赤ちゃん向けじゃないよ <laughs> 次のグッズ誰が買うね音楽の先生うわむずっ ザジーじゃねえよ。ザ、ハリーポッターじゃねえ。9番書いて、5000あ、ここなんだっけあ、これドールだ。違う、これじゃない。なんだ最初のやつなんだっけと、まあ、いいや。なんとなく伝わるやろ。俺、楽譜読めないんだよね。<laughs> え、なんだろう。オムライスを焦がして泣くもうこ行 2個か。ムーミンにお線香をあげてる。<laughs> ちょっと待って、これムーミンはどういうこともう生きてない設定ってことムーミンって俺書いたことないんだけど、どんな顔してたっけなんか、ムー、これムーミンはどういうことムーミンちょっと、それ不謹慎だから生きてることでしょう生きてるけどお線香あげるか。えっと、どうしとこう。ウィスパー形式にしとこう。さあ、見てみましょうか。表示モードは、 自動でナレーションありで。トラックを運転する保つあれこれあれか。<laughs> <laughs> ゴールデン X のやつじゃん。何、<laughs> K って。あ、K になっちゃった。何、K って。走るトラックあ、こっから走るトラックに変わったわけね。<laughs> <laughs> 爆速で走るああ、伝わった、ほら。全然人引いたとかじゃないじゃん。あ見たかったな、爆速の表現。引き逃げトラック <laughs> <laughs> ここで復活した。<laughs> ここえ、前で逃げてないあ。どんどん辛辣に。引き逃げしたトラックああ、そこは、ま、あそれの方が伝わりやすいよな。<laughs> 表情うまい。 ラジオ体操している首が短いキリンどういうお題やねん。<laughs> <laughs> 伝わるか、これ。<き>これが向き <laughs> これが向き、これ困ったんだろうな。そういうことか。なんでここからここ行けんのあ、向き、向きになった。泣き喚めく女の子無き無き泣きわめく女の子。これどうにかして、キリンに着地しないかな。 ギャン泣きの女の女子まあ、これ伝わりやすいか。はははは、歯抜けてるわ。うまいなダダをこねるキッズ。はははは、キッズでまとめんなよ。<laughs> ああ、女の子成分消えちった。別にいいんだけど。最終的にトイザラスでダダをこねるキッズになりました。じゃあ次。空飛ぶウサギ 空飛ぶえこんなのあったっけ。し <laughs> んどるやんけ。<laughs> あうまいうまい伝わってるわ。羽が生えたウサギ。これもしかして仮面のやつか。あうまいうまいめっちゃ可愛い。おむつのパッケージになったどこ。なんでやねん。<laughs> <laughs> これかよ <laughs>。なんでやねん。どこサオムツパッケージ系。 どういうこといや、うまいけどみんな。ドコムス性能をつ <laughs> 俺が、俺が作ったことになっちゃった。俺が作ったことになってしまった。ドコムサママ。ドコムサママドコムスママになっちゃった。<laughs> この流れ、<laughs> この流れ好き俺。<laughs> ここから。 おむつのパッケージになるとやっぱこの顔ではダメなんだろうね。おむつのパッケージに適さないと判断された結果、この顔に生まれ変わったんだよ、ドコブスはね。墓地にいる魔法のエルフ。墓地にいる魔法のエルフ。おぉ。砂付近の墓参り。ああ、そういうことか。<laughs> そういうことか。 あ、砂吹きうめえ。うめえけどまだムーミンいないよね。お墓参りをする砂吹きンお墓参りをする砂吹きンまあ、伝わってる伝わ、伝絵は大幅には変わってないよね、これね。あ、お墓参りをする砂吹きンまだ合ってるね。ムーミンにお線香をあげてるスナフキンなんでムーミンって決めたんだよ、ここ。<laughs> ほら、こんな絵誕生しちゃったやん。お化けムーミンに祈る砂吹きん。<laughs> 誰 <laughs> これも誰電ボこれおじゃる丸様電ボこれ。みんなやっぱ自分のね、このちょっとしたなんか個人の思い込みのせいで次の絵がすごい飛躍を遂げるよね。俺ムーミーうめえな。では次。ハンバーグになった保つ。ハンバーグになった保つ。は <laughs> <laughs> ナポリタンになれなかったオムライス。もう何に着地するか分かった <laughs> カレーになりたいオムライス。<laughs> <laughs> なんだか焦げて失敗したオムライス。<laughs> <laughs> オムライスが焦げて泣いてるモーコナー。コナじゃなかったんだ、これ。あ、見たかったな、これ。これ見たかったな。オムライスを焦がして泣く猛ーオムライスが焦げて泣いてる猛なあーコー。あー、ああでも伝わってる伝わってる。うんちかかってオムライス食べれないモー <laughs> <laughs> うんちじゃないよ。赤ちゃんだからね。多分ここでプリってしちゃったんだろうね。まあ、しょうがないよな、赤ちゃんだから。いや、この回ちょっと終始、やばかったね。まずハンバーグになった保つもやばいし、で、このナポリタンになれなかったオムライスでこの絵、<laughs> すげえいいわ。このお題としては100点だよね、この絵はね。これしょうがない。で、そっからしかもこの、 ここが入れ替わったのエモいし <laughs>。しかもカレーになりたいオムライスでこれ、オムライスになりたいカレーやろ、これは。川で釣りをしている清志。清志清志って何シーラカンス釣りたいドコムス。ああ、俺になっちゃった <laughs>。もう俺になっちゃった <laughs>。なんか、ボサさぼだし、俺。 魚釣り。<laughs> シンプルになっていく <laughs>。シンプル。太陽がでかい。もうすぐ地球は終わる。夏の海釣り。まあ夏か。太陽のでかさがね。海から川になっちゃったね。うめえめっちゃうめえ。あ、清はおじさんだったんだ。あ、おじさん味が深まった。<お>清身が。が大好き ヒゲオさん。清しみがどんどん深まっている。あ、ひ、清しみが、濃くなってる。あ、これ何だったんだろう。最後は<笑><笑>えっと、意外と構図が同じところに着地するっていう奇跡起きましたけど。 コーヒーブレイクする魔女。コーヒーブレイクする魔女。あ、めっちゃうめえ。コーヒーを飲んでる。寝る寝る寝るの魔女。<laughs> 俺も思ったんだよな、今。うま、うまいの人やん。コー,ヒー,をー、バッハになっちまった。<laughs> バッハの髪型がわからない。あ、伝わってる。 髪型が寄った。音楽の先生。どこがやねん <laughs> ああ。あ、でも魔女に近づいてる。音楽の先生。魔女に近づいてるよね。<laughs> ベテランの音楽のマダム先生。<laughs> <laughs> ここの、ここの時間の経過めっちゃいいねこれ。これ、20代、40代、60代だろうね。マダムになっていく感じがよく表現されてますね。<う>じゃあ、9人で、時間を早いにして、よし、行くぜ。 じゃあ、酔っ払いの、酔っ払いのおじさん。お酒飲みて。挨拶するラクダ。ちょ時間ないから。どう挨拶するラクダ。挨拶感あるかなは <laughs> 間に合わなかったね。 なんか書こうとしたのに。<laughs> む。防波堤で遭難してる人。うわぁ、むずっ。防波堤ってさ、俺わかんないんだけど。いや、SOS も俺的にはないほうが面白いと思うね。むじい、今回。<laughs> 今回むじい。なんだこれ。えっと。 デグーかな走るデグーかなああ、無理だ。ああ、無が二つ目だ。<laughs> めちゃくちゃ無でしょ、これ。上手くないああ、なんだこれ、スーパーにある、呼び込みくんじゃねこれ。違うかな絶対呼び込みくんだわ。手いな、呼び込みくん。 よし、じゃあ結果見てみましょうか。酔っ払いのおじさんこれがみんながどうやって書いたか気になりますね。あ、うまいね。酔っ払いおじさん。上手上手。あ、もう粉がもう来なかった。愛。何 <laughs> 何があったここで <laughs> ?1 やそれは。黄色い1。 <laughs> だよね。愛じゃないよね。1や、それは。ナンバーワン。ポジティブ。ただの1ではなく、ナンバーワンと捉える。お前がナンバーワンだ。挨拶する楽だあ、これは僕の、すごくうまい絵が伝わるかな。謝る楽だあ、謝るとも取られてしまうのか。<laughs> 申し訳なさそうあこれは挨拶に見えるぞああなんださっきから最後みんな諦めない心がやっぱここでさここのカンマになっちゃったら諦めるじゃん普通 カンマを伝えていくっていう強い気持ちを感じたんだろうね、これね。カンマ。これはカンマだもんな。いや、おもろい。フランスの裕福なスポンジボブ。フランスの裕福なスポンジボブ <laughs> え、これ、あれ国旗これ、フランスかイタリアンなスポンイタリアだよね、あれ。あれあ,あ、そうだよね。イタリアだよね、あれね。 喜ぶスポンジボール。イタリアが消えた。あ、あ、ちょっと待って。えやべえ。嘘だろ嘘って言ってくれ。嘘って言ってくれ。呼び込みくん。<laughs> 俺だった。呼び込みくんか。 呼び込み行くんじゃん、スポンジボブか。茂みに隠れている探偵。茂みに隠れている探偵ブ。ああ、そういうことか消えちったからだ。<laughs> 俺と同じだ。ちんンな顔。チーんな顔 <laughs> 伝わってる。ブ。 あ、戻ったすげえ。こーわ。三。ん <3? S 2> <laughs>。さなにさって。ええ、こわなにこわ怖こわ怖い,怖い,怖い,怖い何これ、これ、なにこれさなにこわい。三人殺したってことこわ、こ怖 この回全体的に怖テーマも怖いし。あ早く次行こう。ゴシップ好きのアイーダ。ゴシップ好きのアイーダ <laughs> 難しかったか <laughs> <プ>。<laughs> 難しかったよな <laughs>。難しかったよな <laughs>、<laughs> ゴシップ好き。アイーダ様書くのがむずいからね。白画用紙。白画用紙だね、これはね。間違いない、白画用紙だ。どう見ても。 あ、白が用紙だ。三色のペンと白紙の回答用紙。そうだ。完全にそうだ。イタリア来ないよな、これ。大丈夫かああ。正解。無。<laughs> 正解です。いなくなることによって正解を出す。海を知らない男。海を知らない男。 <laughs> これは <laughs> 一体一体これは <laughs> なるほど。まあそうなるわな。テトラポットの上。あいこですね。海岸に追い詰められた人。お、伝わってる。<laughs> <laughs> 早く泳ぐんだ。<laughs> <laughs> なん、なんの脅しジャンプしているピンク色のカンガルー。ジャンプしているピンク色のカンガルー。赤いね、ショッキングピンクなんだ。ショッキングピンクなんだ。草原を走るガルーラまた、ま、今日ポケモンやるからガルーラと思われても仕方ないよね。あ、ガルーラだったよ、これこれ、<laughs> これガルーラだったか。グ <laughs> すまねえ。 すまね、がでデグうめハムスターと種のひまわり。種のひまわり。読み方がいい。ハムスターと種のひまわり。種ですね。ひまわりの種ですね。統治法は使わないですな、まあ、種にね。ひまわりの種ですね。珍しい言い方だね。あれじゃねえんだ、スーパーにある。てってー、てってってって。